皆さんこんにちは。まずは、今回の大雨による、土石流の災害等で、命を落とされた方、そしてそのご家族の方に対してお見舞いを申し上げたいと思います。はい、それでは、一日も早い復旧を、願っております。今日は、アルペジオの D マイナー編ということで、こちらの、フォークには欠かせない、コードですね。今まで E マイナー、A マイナーとやってきましたが、今日はこの D マイナーについて、若干、自分なりの、意見ということで、いろいろな動画やっていきたいと思いますので、もう BGM がてらに聞いていただけると嬉しいと思います。よろしくお願いをいたします。はい、この E マイナー、ごめんなさい、 D マイナーですね。レファラの和音です。はい、まず押さえ方なんですけれども、通常に小指を使って、押さえるパターンがありますね。人差し指1弦の1フレット、中指3弦の2フレット、そして小指で2弦の3フレットですが、曲によってはこの小指を薬指に置き換えないとできない曲もいくつかあります。まあ、そういった曲をご紹介できたらなと思います。まず、パターンとしては、よくあるパターンですね。 D マイナーを弾いて1弦をハンマリングオンする、もしくは、プリングオフ、ハンマリングオフ、プリングオフ、こういうパターンですね。指は3本指でも4本指でもいいと思います。さだまさしさんの曲が、いろいろ D マイナーについては私も印象がある曲なんですけれども、精霊流しという曲がありましてね、離したり押さえたりっていうパターンですね。3弦4弦から3弦2弦1弦、返ってくる3連符のパターンですね。これは、2弦の3フレットは薬指でも小指でも構いません。はい、ただ、次に、やる曲については、ちょっと小指だと難しいような、パターンですので、ちょっと、小指で押さえていらっしゃる方について薬指でちょっと頑張ってやってみてはいかがでしょうか。コスモスという曲があるんですけどね、こういう曲ですね。それの A マイナーから D マイナーに移るとこ、ちょっと今間違えちゃって、しまいましたが、ちょっとここまでをやってみたいと思います。すごく複雑なちょっとことをしているようなんですが、出てくるコードは A マイナー、これまでの A マイナーと D マイナー、今日は D マイナー中心ということなので、A マイナーから始まりますね。ここもしくは人差し指離す、普通に8分音符で刻みます。次です。ここは、薬指で押さえます。まずゆっくりいきます。よいしょ、4、3、1、お、解放です。まず4、3、1、解放、4を弾いた時に、次この人差し指で
イアで23ですよ。ゆっくり行きましょう。4、3。こればっかり練習されたらどうかと思います。タイヤタイヤタイヤ、このタイヤの3つの音、叩く、プリング、この3つの音は同じ音量で鳴るように、で、後ろに溜めます。じゃなくてタイヤタタタイヤ2、3です。タイヤ2、3。で、次タイヤ2、3ときたら、小指を、1弦の3フレットに置きます。で、ここちょっと難しいです。小指で、人差し指、薬指はそのままの形ですよね。これで1弦弾きます。まずそしてプリングします。もちろん人差し指はそのままです。で、2、3。ピアタラピアタラ、人差し指そのままですよ。次タイタハンマーします。2、3。ゆっくりいきましょう。さっき通してもう一回いきますね。 A マイナーから。で、若干この1弦にちょっとアクセントをつけてみます。トイト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 、そしたらリズム的にこう、すごくこう情緒が出るというか、秋らしい、コスモスらしい音が出るような気がします。もう一回いきます。これはもうパターンはいろいろです。原曲では多分これが1回目のパターン、2回目はIt's 1, 2, 3, 4と、ちょっとアクセントつきましたね。で、次 A マイナーですね。もうこれは A マイナーの音を崩してるだけです。ドンツタ5、3、1。 D マイナーの動画で A マイナーの解説してすいません。ドンツタ5、3、1。いいですか。5、3と弾いたら、A マイナーのハンマリング音、4弦3弦のハンマリング音、次2弦1弦です。
解いた解いた、これを2回やります。半2弦1弦だけです。3回目まで弾いて2弦止まりです。2弦止まり、次そのままいいです。 Am のそのままの形でいいですね。1弦だけ上に行くパターンです。632です。632で、5弦4弦をハンマリング。次また Am になりますね。 Am の人差し指なしのパターン、これも複雑なように見えるんですけど、この Am しか押さえてないです。5弦3弦ちょっと跳ねます。押さえずに5、3、2、3、4、タンタタタタタタタラララ、1フレット押さえます。タララ3フレット小指で、3フレット小指で押さえてしまうとここまで弾きます。の次が弾けないので瞬時に変えるのもっていうのもあるんですけど、最初から薬指に置き換えていく方がいる方がいいと思います。じゃあもう一度行ってみたいと思います。これまでの動画の Am を使って、Dm、Dm、そして Am とほぼコード、押さえ方に似てる E を使うだけでこれが弾けてしまう、はい。パッと聞いた感じは複雑なんですけど、左手の押さえ方とあとプリングをやってるだけと。で、その叩いた時、何も弾かない時の音、叩いた時の音、引っ掛けた時の音、これを同じ音量で出す、こちらがなかなか難しい、はい。これは、時間をかけてぜひやってみてください。おすすめの、フレーズです。
イヤーで引っ掛けた時に一弦の解放になっちゃったままですよね。でこれを2323と弾く時に、23と弾く瞬間に人差し指ちょっと触れてやって解放弦の音を止めてやる。こうするとまた響きが、そこで止められた次の音に被らないので、綺麗なこの旋律、3連符の旋律となりますね。まあ、そんな感じですね、はい、ぜひやってみてください。 Dm 編でした。ありがとうございます。